スペインでは最高気温が46度を超えるなど、記録的な猛暑となった2018年スペイン熱波と、2020年のナインティー9のパンデミックの期間において、有意な超過死亡が発生した。2018から2019年冬のインフルエンザ、流行期における死者数は、信頼区間に収まり、例年通りであった。なお、最新データで、 超過死亡率が下がっているのは死者が減っているからではなく報告が遅れているためである。超過死亡率とは特定の母集団の死亡率が一時的に増加し、本来想定される死亡率の取り得る値を超過した割合のことである。死亡率の変動とも言う。これは通常、熱波、寒波、伝染病、パンデミック、基金、戦争などによって引き起こされる。 例えば、ある地域を災害が襲ったとする。災害が起こっている期間には、死因はともかくとして、多くの場合にその地域の死亡者の数が増加し、特に高齢者や病人が多く死亡する。超過死亡率を見ることで、災害を原因とする死亡者の数を見積もることができる。一方で、超過死亡率が増加した期間を乗り越えた後の、数週間には、全体的な死亡率の減少も見られる。 このような死亡率の短期的な前方シフトは弱者仮取り効果と呼ばれる。なお、この訳語は東北大学加齢医学研究所の研究者らが提唱しているもので、東日本大震災で高齢者などの弱者が特に多く犠牲になったことを踏まえている。まるで超過死亡を補正するかのように死亡率が減少するのは災害が特に影響を与えたのが、 すでに健康状態が悪化しているために、いずれにせよ近いうちに死ぬはずだった人々であったことを、示唆している。インフルエンザの超過死亡について、セルフリングらの統計モデルによる推計が知られている。流行がないと想定した、当該期間の死亡率を統計モデルから導出して、それとの差を超過死亡とするものであり、インフルエンザによる死亡率の変動が、 明らかに周期的であることを用いている。日本では超過死亡をもとにして、インフルエンザの流行規模の指標を算出するため、国立感染症研究所、感染症情報センターが1998-99シーズンより感染研モデルを公表している。もしインフルエンザが流行しなかった場合に想定される死亡者の数をベースラインとして、予測死亡数の敷地と、 実際に報告された死亡数の差が超過死亡として算出され、インフルエンザを原因とする死亡者の数を見積もることができる。なお、感染研モデルにおいては、インフルエンザの流行の把握のみを目的としているため、過去数年の死亡者から想定される今年の死亡者の数ではなく、インフルエンザが流行しなかった場合に想定される今年の死亡者の数をベースラインとしている点には注意。 日本の感染症に関して3失礼がある。大見、丸井によると1956、1957では5万人を超えたと推計され、その後も1960年代までは3万人を超えるシーズンが多かったが、1970年代後半からは2万人を超えなくなった。しかし1994から1995には4万人を超え、その後も2006年までで、 数年に一度は2万人を超えている。感染研モデルによる別の推計では1994から1995は3万人弱とされ、1998、1999の4万人弱をピークに、その後は2万人を超えることはなく、2006年以降は数千人とされている。欧州では季節性、インフルエンザ、パンデミック、 その他の公衆衛生上の脅威に関連する超過死亡の検出と測定を目的としてヨーロッパの24カ国の死亡率データがエウロモモプラットフォームに統合されている。エウロモモはデンマークのコペンハーゲンに設置された感染症疫学予防部が主催及び管理している。コペンハーゲンにあるスタテンセラム協会の調査センターでは週刊の状況レポートと 定期的な科学記事を発行しており、米国に対しても超過死亡率が高い期間について論説を行っている。比較的多い時期として、1996年から1998年の各シーズンにそれぞれ5万人程度とする CDC の推計があり、また2017年から2018年にかけてのシーズンで6万人程度とする推計がある。ありがとうございます。